おっと、最後にもう一人。アドル、行くのか。そなたの決断でグリムワルドは失われ、この地の秩序は人に委ねられた。今まで以上に激しい争いや災いに見舞われる可能性もあるだろう。だが皆が何とかしようと死力を尽くして勝ち取った結末だ。後にこれが正しかったと言える未来を築いていくしかあるまい。ああ心強いな。それはもともとこの地で生きる我々の役割なのだろう。アドル・クリスティン、そなたは優しくも厳しいな。決戦前のあの時、怪人たちをもう戦わせたくないと私が言ったのを覚えているか。ああ。そなたも存外意地の悪いことを言うのだな。監獄で初めてアドルに出会った時に予感がしたのだ。そなたなら何かを変えてくれるのではないかと。だがまさか現実にこのような日が来ようとは。あの子たちを解放してくれて礼を言う。ありがとう。これほど晴れやかな気分になったのは初めてだ。なら、ふむ。俺なんかが言うのもなんだが、あんたはずっと人のために生きてきたんだろう。少しは自分のことに向き合う時間も必要なんじゃねえか。そうか、そのようなことをしていいのだな。ああ。アドル、そのなんだ、本当に世話になってしまった。名残惜しいが、そなたの道中の無事を祈っている。さらばだ、アドル。さて、次はどこへ向かう？このまま陸伝いにガルマンにでも行ってみるか。近くの港から海を渡ってブリタイへ向かうのもありだな。お前さん、それ好きだよな。アドル、毎回思うんだが、今まで旅先で残りたいと思ったことはないのか。え、そうだったのか。終わってみるとみんな気持ちのいい奴らだったぜ。次の冒険でもあんな奴らに出会いたいもんだな。おい、アドル、見てみろよ。
Thank you.